海上自衛隊の戦力充実はここ数年、目を見張るものがあるよね。代表的なのは、F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲や加賀かな。この2艦は、日本が待ちに待った空母化のめどが立ったからね。常時艦載機を運用するわけではないんだけど、F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備され、尖閣諸島に対する対中国の備えとして有益に活用されるものと考えられるね。また、ロシア情勢次第では北方にも配備されるだろうから、対ロシアへの備えとしても有効に作用するのではないかと考えられるぜ。もちろん、出雲や加賀だけでなく、海上自衛隊としては先の先を見据えて戦力強化に当たっているんだ。そしてここに来てクローズアップされてきたのが護衛艦日向や輸送艦大隅の存在となっているよ。さて今回は、今後、これらの艦をいかに効果的に運用して国防力を強化するのか、そのために課題となることは何かなど、様々な実情について詳しく分析と解説をしていくよ。それじゃあ行ってみよう。領土の周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強化と進化を継続してきたんだ。2000年代になると、旧体化した護衛艦の廃艦と同時に、新たな艦級分野への進出も積極的に行われてきたよね。そうした状況下で、近年最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀となっているよ。出雲型護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からはヘリコプター搭載型護衛艦とされているけど、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されていて、海外の軍事アナリストからは日本海軍が空母兵力を有することになったと半ば公然と語られているみたい。護衛艦出雲についておさらいしておこうよ。そうだね。護衛艦出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルと名実ともに海上自衛隊で最大スケールであり、最大14機のヘリコプターを搭載可能になっているよ。そして、ヘリコプター発着艦スポットを最大5機分飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、対潜哨戒任務を強化することを目的として建造されていたことは、関係者の中でも周知の事実なんだ。そして、1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対しても同様の方向性で臨んでいたんだけど、2000年前後には急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が、日本にとっての仮想敵国へと置き換わったってわけ。中国は、尖閣諸島に対する領土の野心を隠さないばかりか、沖縄や南西諸島においても第一列島線などと身勝手な呼称を行い、太平洋に進出するために障壁となっているこれらの領土を奪取したいだけでなく、既存の自衛隊基地や米軍基地に対しても先制攻撃を仕掛けることができる体制を構築しているからな。そんな中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛に必要な戦力として必要なのは、何より中国海軍艦艇の接近を阻止する戦力を確立することが急務となったんだ。そして、実際にそれを日本が実現するには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるわけだけど、現状で航空自衛隊航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島しかなく、尖閣諸島をはじめとする南西諸島においても航空戦力の傘のもとに、制空権を確実に確保する必要が生じたってわけ。中国と有事に発展した場合、中国は沖縄本島に先制攻撃を仕掛けることは確実だよね。その攻撃で、沖縄本島から航空自衛隊や在日アメリカ軍の航空部隊が離発着できないよう、滑走路の機能を破壊しにかかる可能性が十分にあるんだ。そのため、中国の攻撃に対応する目的で、陸上滑走路以外での固定翼機が運用できる方法を検討した結果、戦闘機の艦載能力を有する艦艇の整備が必要不可欠との結論に至ったんだって。検討にあたり、艦載機の艦種について検討を先行させたところ、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を採用すれば、艦載機を複数機収容でき、運用も可能なだけの能力を備えている既存の艦艇、それは2015年から収益を始めていた出雲型護衛艦しかなかったんだよね。こうして、出雲型護衛艦である出雲と加賀に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とするため、航空母艦化改修が決定されたってわけ。このことは、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が実現したことを意味するんだけど、
あくまで既存の艦艇を回収するのがメインであり、一から航空母艦を作るわけではないということは忘れないでね。護衛艦出雲型は、もともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えるだけで航空母艦として運用することが可能なんだ。韓国や中国からはもともと空母化する予定だったのではと懸念そうな声が寄せられたようだが、そんなことはないとの返答一辺倒だった自衛隊関係者。だが、こんなにうまく改装できてしまうならば、副案として考えていたのではないかとも思えるよな。さらに言えば、出雲型よりも前に、海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していたんだよな。うんうん。それは、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦。それに加えて2009年から2隻が就役している日向型護衛艦だね。これらの艦種は、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用しているなど、航空母艦を運用するために必要なノウハウや技術を蓄積してきた艦艇とも言えるんだ。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているけど、国際的な軍事艦艇の分類上ではドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的だね。大隅型輸送艦は、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用可能であり、当時海上自衛隊の中でも最大スケールの艦艇だったんだ。この、大隅型輸送艦が全通式の飛行甲板を有するにもかかわらずヘリコプター搭載型護衛艦として呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としていないことが理由なんだよね。他国に対する配慮なのかどうかわからないけど、施設のエレベーターもヘリコプターのローターをすべて外さないと利用できないなど、ヘリコプター空母としては運用に難点があることも事実なんだ。もしかすると、あえてそうすることで本当の意図をカモフラージュしていた可能性もあるよね。それでも大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う能力を十分に備えていることは事実だよ。大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸能力は十分あるし、陸上自衛隊に新設された水陸機動団を速やかに戦場に送り込み、展開させるためには不可欠な艦艇であることは間違いないんだ。出雲型に先んじて、全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が、むしろ最初であったと見ることもできるよな。日向型護衛艦についてもおさらいしておこうよ。そうだね。日向型護衛艦は、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルのスペックを誇り、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を有しているよ。そして日向型護衛艦は、各種ヘリコプターを最大4機搭載が可能なスペックを有しており、その全通式の行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられているんだ。実際に、これらのスポットを使用すれば、3箇所同時にヘリコプターの初着陸を実施することができるってわけ。ちなみに、日向型と出雲型の大きく異なる点の中でも最も顕著なのは、搭載されている兵装だな。出雲型は、もともと航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシーウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみだが、日向型は 20mm バルカン砲のシーウス2機に加えて、324mm の3連装のマーク32魚雷発射艦2機とマーク41VLS 垂直発射装置を16セル装備しているぜ。この16セル分には、艦対空ミサイルとアスロック対戦ミサイルを同時に発射できるように常に装備している状況だね。出雲型が、必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用兵装はほぼ犠牲にして他の護衛艦に依存する運用なのに対し、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定していることを如実に表していると考えられるね。今でこそ、出雲型の2隻が回収を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することについて、中国や韓国など近隣国の批判が相次いだのはもちろんのこと、国内のコンセンサスもまだ十分に取れていなかったぜ。そのため、大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はなんとか行ったものの、日向型の建造にあたってはもっと空母化を前提とした建造を行いたくても、市民感情や近隣国の顔色を伺いすぎて、それができなかったという実情があるんだよな。実際、日向型の建造にあたっては、3つの艦隊の設計案が用意されていたようで、批判的な諸外国や国民感情への反応を見つつ、プロジェクトが推進されたというのが実情のようだね。一つ目の案は、
村の護衛艦は瑠奈型白根型と同様に、艦後部へ大型の飛行甲板を設置するもの。なんだかかつての航空戦艦伊勢日向を彷彿とさせるね。これでもかなりの抵抗があったようだぜ。二つ目の案は、艦中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つもの。中途半端感が否めないとして却下されたようだが、誰が考えてもシンプルに全通式の甲板でいいじゃないか。その言葉が言い出せなかった当時の状況が十分にわかるよな。結果的に日向は、全通式飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえども、運用においても合理的でかつ効率に優れたスタイルを手に入れることになったんだけど、その後の出雲型へとつながる実績を作ってくれたことは、ぜひ記憶に留めておきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。